では残酷な天使の訂正。新型の内視鏡ケリス、よろしくお願いします。よければ時間あれば聞いていてください。ありがとう。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための晴れがあること。残酷な天使の手さえ、まとめからやがて飛び立つ知る熱いパトスで、想いでも裏切るなら、この空を変えて輝く少年の神話になれ。ありがとうございます。改めまして皆さん、こんにちは。千葉県出身シンガーソングライターの市川光です。以前47都道府県、路上ライブで回った経験があり、この長野にもこの場所にやってまいりました。そして今年2024年はですね、47都道府県ツアーでワンマンライブで回ります。ここの長野には9月の24日の火曜日ですね、9月の24日の火曜日に、ワンマンツアーでやってきますので、今日そのチケットも持ってきてます。ぜひぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。市川光です。よろしくお願いします。ぜひ名前か歌声を覚えて帰っていただけたら嬉しいです。ありがとう。ちょっと暑いので水分補給しながら一緒にこの時間最高に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ずっと眠ってる私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を突き上がり映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけど、もしも二人会えたことに意味があるなら、私はその自由を知るためのワイブだ。残酷な天使の手で悲しみそして始まる、抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る、女神なんてなれ。残酷な天使の手でまとめからやがて飛び立つ、言葉知る熱いバトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年の神話になれ。ありがとうございます。皆さんのクラップがめちゃめちゃパワーになりました。ありがとう。改めまして、市川光です。よろしくお願いします。ではもう一曲、ちょっと違ったバージョンのアニメをお届けしたいと思います。アニソン曲聴いてください。アニソンっていうのかな、ディズニーのパート・オブ・ヨー・ワールドを歌いたいと思います。よく似て素敵ね、これでもっと完璧、何でも肉にあるもの全部手に入れ
てんだ。ああ、足。ひれじゃ遠くへ行けない足がいる魔物だったり、探したり、どこ歩くんだっけ。道歩いて好きだスノボでねよく遊びに来てたんですけど、長野駅は本当に上陸2回目でございます。今日はすごく暑いのでね、皆さんお水取りながら楽しく聞いていってください。それでは大好きなセリーヌ・ディオンさんのマイハートウィルコンという曲を聴いてください。Heart to in my life will lower.
ですか。皆さん暑い中ありがとうございました。立ち止まってお聞きいただき、改めまして市川ひかりと申します。今年は9月の24日に長野でワンマンライブをしますので、この後チケットもございます。ぜひぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。ではここから2、3曲ちょっとリクエストを募ろうかなと思いますが、我こそは何か歌ってほしいみたいな方いらっしゃいますでしょうか。はい、青空見上げちゃう。すごい、すっごい綺麗に飛んできた。ひめちゃんが青空見上げて、ありました、ありました。最後の方でもいいですか。 3個目でもいいですか。 OK、 あとあります。はい、かなで、しまって、来るで誰かな。君が大人にってやつ、あー微妙かもしれないな。違う曲はちなみにあります。ミワ、誰の曲だろう。やばい、全然わかんない。超ごめん、ごめんなさい。やばい、全然私と違う界隈の曲聴いてる。どうしよう、いっぱい出して、いっぱい出して出してって出てないんだよね。シンデレラが、君はシンデレラ、歌えるわ多分歌える。えレイリーブルーを、多分サビなら歌える。サビだけアカペラでいいですか。レイリーブルー、じゃあサビだけ歌わせてください。すいません、じゃあ先に行きますね。3、行きます。せーので3、はい。 Let it flow終わったはずなのに、 Let it blue なぜ追いかけるの。あなたの幻消すように私も今日は外、ごめん、にわかすぎた、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません、めっちゃにわかすぎた。あと1曲ぐらいありますかね。はい、ミスチル、ミスチルさん、ミスターチルドレン曲、なんか歌えるかな。なるほどね、かしこまりました。あの長野の方は私と違う界隈を聞いているということですので、ちょっと勉強してからこれもう一回再度出直さなきゃいけないですね。ちょっとね、もう一回来なきゃいけないね。うわ、微妙ー。シーソー、あ、いやー、サビなら全部知ってるけどなぐらいなんだよな。ダーリンダーリンならいけるかな。え、サビだけでもいいですか。ダーリンダーリン、ダーリンずっとそばで。
眩しいその笑顔を見せて、やがてシンデレラガール魔法が解ける日が来たって、いつになってもいつになっても僕は君を守り続ける。 I wanna be a Sasha Sasha because you smile have a magic I'll always be a Sashaまださよなら言うには全然早すぎるのに、割と門限厳しいってそんなんちゃんと分かってるって、だけどやっぱりそのなると返したくない。次に会える約束もそこそこに駆け出す人、長い階段駆け上がって人並みに消える。君はシンデレラガール My precious one You are the only flower in heaven。 いつになってもいつになっても隣でその笑顔を見せて、やがてシンデレラガール魔法が解ける日が来たって、いつになってもいつになっても僕は君を守り続ける。もしもそんなんか来たって、君はその光をかざしてそれを耳元に飾るんだろう。僕はもう君に恋するんだろう。ごめん知人のどこだろうこれ。君はどんな夢見てる、合ってる。もしも僕にはほど近くなら夜空で越えたに行けるのに。ノリエ頑張ります。改めまして一曲です、よろしくお願いします。Precious one, you are the only flower in heaven。 どんな時もずっとそばで僕の心通し続けて続けて続けてだ。君はシンデレラガール My precious one, you are the only flower in heaven。 いつになってもいつになっても隣でその笑顔やがてシンデレラガール魔法が解ける日が来たって、いつになってもいつになっても僕は君を守り続ける。 I wanna be a sunshine because your smile has a magic。 I wanna be a sunshineありがとうございます。リクエストありがとうございます。じゃあこのままちょっとウォーキングを行っちゃいましょうか。ウォーキング with you。 Thank you。 暑いよね絶対そっち側ね。無理せずに聞いてくださいね。改めまして市川ひかりです、よろしくお願いします。ありがとう。そして固まってしまったぞ、ちょっと待ってね。
方がまるで光の悩みの中を見てるよ。怯え逃げ出しそうになった時、あなたがくれた言葉に救われたんだよ。鏡に映る自分が徐々に魔法がかかったように変わっていくけど、相変わらず無邪気な笑顔のを待って。3、2、1、GO!
太陽が眩しいとつぶやきながら、うるめく瞳をごまかすよ。千葉県出身シンガーソングライターの市川ゆかです。今年は9月の24日火曜日に長野でワンマンライブをやらせていただきます。ぜひぜひ今日ね、手売りチケットも持ってきてますので、後に取っていただけたら嬉しいです。この後、もうね、そんなに歌えないので、あと15分ぐらい歌ったら終わりになりますので、皆さんよければ最後まで楽しんでてください。ありがとうございます。OK、ここからは皆さんの出番です。サビのところで「ヘイ!」って言うんで、ちょっとノリと勢いでついてきてください。後半戦の「ウォーウォー」とかいうところもノリと勢いでついてきてください。ちょっと説明、抜粋します。抜粋、はい、ウォーウォー、こんな感じでね、このウォーウォーのメロディーがずーっと続くんですよ。大体ね、こう耳にタコができるぐらいね、脳裏に焼き付いてくるんで、後半戦ぜひぜひ声出してみてください。まずはクラップで、クラップ、クラップ、いいね。Once upon a time から始まる話のようにさ、とで終わるようなハッピーストーリーはない。せーの、山は越え、川は越え、何を越えたところには僕ら集約の夏には虹が来るよ。せーの、うん、すごい、長野の皆さんはノリと勢いが素晴らしいということを知りましたので、ワンマンライブとっても楽しみです。ありがとうございます。残りわずかですが、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。耳を澄まして聞こえてくるものは全部、目を閉じたら新たなもの見えた。リズムがあります。せーの、秋を越え、冬を越え、春を越えたところには僕ら主役の
夏には虹がかかって行こう。 Hey! 輪の中だけで踊る舞踏を Hey! あ、ニコニコ力。 Hey! 恥じらわずけどその後かとろをあるがまま。皆さんありがとうございます。最高ですね。今年長野に、9月24日にワンマンライブで来るんですけども、楽しみに仕方ないわ。これはぜひぜひ皆さん会場で一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。そしてこの後半戦ポップステップね、まだまだ盛り上がるポイントありますので、トン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 、ここからいっちゃいましょう。せーの、うん、ヘイ。輪の中だけどおろおろ歌おう、まだまだ大きな声ください。ヘイ。輪の中だけどいいじゃないですか。あと2回来ますからね、いきます。せーの、おろおろ歌おう。じゃあ今日一花の様から出してください。 Hey! 最高だな。どうしよう、気持ちいい、帰りたくなくなってきちゃった。 OK、 ラストはみんなでウォー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 さん。皆さんに飛び跳ねていただいたり声を出していただいたりして楽しんでいただきますので、ちょっと予習も兼ねて聞いていただけたら嬉しいです。それでは聞いてください。アンドン、え、3、2、1、ジャンジャン。こういう感じでね、会場にみんなでジャンプしたり手を上げたりしながらね、楽しんでいただきますので、今日は無理のない範囲でついてきてください。ありがとうございます。言葉かそんなんでもいいか、書き消した自分の声もわからない、曖昧な答え正義だけ奪え、この手の中に Save ありがとう Save私の言葉耳を澄ませれば、身に覚えのない手がなのよぎる、顔を染めた絶望の姿、砕けた勇気が Oh, oh, 罪何にも持てず Oh, 文字だけが暴走 Oh, 罪もし読むんだろう、ありがとう。このまま行っちゃいましょう。ささくとこんなと角ばかりで、半ひろにくすんだ足元の知らぬ間に過ぎた時を死んでた、求める過去はメモリーに、溢れんばかりの感情だけぶつけるのが元から、曖昧な言葉じゃ伝わないきっと、そう心の奥底に溢れて湧くのはどんな心情だろう、単純で Yes so crazy Yeah Oh, it's me 何にも出ず Oh, one dream だけがこそ Oh, it's me もし読むんだら Only one dream butは9月の24日に参りますので、ぜひぜひ皆さん会場に遊びに来てください。それでは最後はこの曲サラダという曲で締めたいと思います。
抱きしめて心の叫びが誰かに気づいてほしそうにこの世に溢れる毒は僕が今すぐに溶かすか皆さんの背中を押せるようなそんな曲です。聴いてください。切り刻むように歩く人の中には不安と孤独がまとわついてる。自分の気持ちはいつも押し込めて我慢してそうしていつしか誰か傷つける。そんな世の中にいつか目を落とせたら祈りに身を任せて。早くなるよ。心ない言葉もなしに折られた羽は美しい。君は孤独じゃないから愛を捨てないで暗闇で先を見てみたい道は隣に生きるって抜け殻のような日々だと思ってるでしょよ。生きている理由を消して流す涙いらない感じることやめないで変わらないもの存在で変わりゆく輝きを抱いて9月20日に会えたら嬉しいです。ありがとうございます。一歩一歩でした。またお会いしましょう。ありがとうございます。